ファン・キンスベルゲンは、オランダ海軍が第二次世界大戦前に建造した最後のスループ。本艦はオランダが東インドに持っていた植民地を警備するために建造された艦である。船体は、艦首艦限の高い単線首楼型で、クリッパーバウ式艦首を持つ。艦首官板からマーク 62cm 砲を単装砲がで背負い式に2機、その後ろに、 近代的な箱型環境が立ち、長部の見張りところの全部に4センチメートル連装機関砲が一機配置され、その後部の即挙技巣の上についた T 字型のアンテナにより前、小柱を兼ねる。環境の後部で選手楼看板は終了し、看板は一段分下がるが、選手楼看板から同じ高さで、フライングデッキが後部手法近辺まで伸びており、環状のスペースは広い。 黒いファンネルキャップを持つ一本煙突の周りは関西堤置き場となっており、煙突の間に左右四本ずつ、ボートダビットにより関西堤は、要集された。煙突の後ろに、単小灯台と即居儀頭が配置される。後部甲板上に、後ろ向きで 4cm 連装機関砲が1機、その背後に 12cm 単装砲が後ろ向きに、背負い式に2機配置される。 本艦の前艦までは、軽巡洋艦と変わらない1 5トル砲を搭載していたが、本艦は、駆逐艦と同じ口径のマーク6 2トル速射砲を採用しており、速射性能を重視しており、実際の戦闘でも役立っている。その性能は、重量2 4ラムの砲弾を最大行角30度で1 9 5 0 0ルまで届かせることができ、旋回角度は、 船体守備戦方向を0度として、左右120度の旋回角度を持っていた。不要能力は、行角30度、深角5度で自由想定式である。発射速度は10発である。その他に、対空装備として、ボフォース射程の1936年型 4cm 機関砲を連装砲画で2機、さらに近接防空火器として、 同じく 12.7mm 基銃を炭素砲がで4機装備した。他に、儀礼用に 7.5cm 速射砲を、片元1機ずつの計2機を搭載した。ありがとうございます。